皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、データの活用の3回目、今回は累積度数と累積相対度数について説明します。度数分布表で最小の階級、一番小さい階級ですね、それから各階級までの度数、そこに入っている個数のことですね、それを加えたもの、足していったもの、これが累積度数と言います。同じように相対度数を加えたもの、これが累積相対度数です。このようにちょっとね、言葉で説明してもなかなか分かりづらいので、具体的に度数分布表、これを使って説明していきます。下はあるグループ20人のハンドボール投げの記録です。階級単位メートルですね。一番ちっちゃいところが15メートル以上、20メートル未満、階級の幅は5ですね。そして次は20メートル以上、25メートル未満と続いて30メートル以上、35メートル未満、ここまであります。でそこに入っている度数、人数ですね、これが4人、6人、8人、2人、合計で20人いるわけです。ではもうすでに勉強している相対度数、これを計算していきましょう。相対度数というのはそれぞれの階級の度数を合計で割るものです。ですから一番上は4÷20、計算すると 0.2、 同じように6÷20、 0.3、 次は8÷20、 0.4、 そして2÷20で 0.1、 これを足したもの、合計は1または 1.0 になります。さあここからが今日の学習です。累積度数ですね。最小の階級から各階級までの度数を加えたもの、つまり足し算したものということです。最初のところはね、15メートル以上、20メートル未満、4人いるので累積度数は4になります。最初は足し算できないんですね。次の階級20から25、これは6人いるので4足す6と、これ加えるんですね。4に6を加えて10、このようにして順番に足し算していったもの、これが累積度数なんですね。次は8ですから10足す8で18、最後18足す2で20と、このように順番に度数を足し算していったもの、これが累積度数ということです。同じように累積相対度数、これも足し算していくんですね。最初は相対度数 0.2 ですから、一番上は 0.2 と書きます。次の階級は相対度数 0.3 なので 0.2 足す 0.3 で 0.5、 同じように次の階級 0.4 という相対度数なんで 0.5 足す 0.4 で 0.9、 さらに 0.1 足して 1.0 と、このように相対度数を順番に足していったもの、これが累積相対度数、こういうことです。今回は累積度数、累積相対度数についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。